第304飛行隊は、航空自衛隊南西航空方面隊、第9航空団霊下の戦闘機部隊である。那覇基地に所属し、海 -15J、DJ 戦闘機及び連絡機として、T、T-4 を運用する。同航空団霊下の第204飛行隊とともに、南西諸島全域の防空を担う、戦闘飛行隊である。 1977年4月1日の海マイナス 86F を運用する第10飛行隊の兵隊に伴い、同年8月1日、航空自衛隊で4番目の海マイナス 4EJ 飛行隊として、追気基地の第8航空団霊下にて新編された。発足当初、海マイナス 86F から機種転換教育を受けた。 ベテランパイロットが多数編入された、盛況な飛行隊として、活動を開始し、1978年度戦技協議会では、舞台発足後わずか9ヶ月ながらも優勝している。1990年1月20日に、海 -15 を装備する6番目の飛行隊となり、2000年10月6日に、ニュータバル基地の第202飛行隊が兵隊して、以降は、西部航空方面隊で、 大量空侵犯措置を実施する唯一の F-15 飛行隊となっていた。南西諸島空域における航空優勢確保や増加するスクランブルに対応するため2016年1月31日をもって那覇基地に新編された第9航空団霊下に編入となった。舞台マークは飛行山に住むと伝えられる天狗がデザインされている。天狗のごとく3を越え、 鎮西の空を飛翔することの象徴を意味し、発足当時の第8航空団司令のアイデアによるものとされる。追記基地時代は赤い顔の天狗として描かれていたが、那覇基地に移住後は停止人生塗装の灰色にされている。また、スペシャルマーキング等で琉球天狗と自負している。ありがとうございます。